今年も暑い夏がやってきたね。楽しいイベント盛りだくさん。満喫したいけど、いくらなんでも暑すぎるって思うことあるかな。そんな暑さも美味しいヘルシーレシピで乗り越えられたら最高じゃない？今回ベースになる桃とキウイ、それぞれ丸ごと使っちゃうよ。ミキサーにかけるにあたって食べやすいサイズに切っておいてね。今日使う材料は桃、キウイ、ヨーグルト、氷。まずは水分量の多いフルーツから先に入れていこう。そしてヨーグルトは 100g、 氷は 80g で作ったよ。氷とヨーグルトの量は合わせて 180ml になるようお好みで調整してね。最後にチアシードをトッピングすると食感も腹持ちも良くなるよ。暑い夏はこのスムージーで乗り切ろう。あと、みんなはどんなスムージーが好きか下のコメント欄で教えてね。今回のスムージーを作った感想もぜひ聞かせてください。いよいよ暑い夏も本番だけど、そんな暑さに負けないようしっかりと水分補給、あとこの動画へのいいね、そしてチャンネル登録は忘れずに。今日はここまで。また次回の動画で会いましょう。アビアント。